軍服。中華人民共和国の軍服は、中華人民共和国の建国以後現在までの軍服、中国人民解放軍以下、人民解放軍と、機、及び、武装治安式の征服の変遷について述べる。合わせて、1949年以前における、人民解放軍の前身である、中国共産党の軍事組織、公軍、新四軍、 八素寺軍等の征服、及び現在中華人民共和国の特別行政区で、ある香港とマカオにおける第二次世界大戦後の軍服についても扱う。中華民国の軍服については軍服を参照。国家の軍服であることに先行して、革命組織の制服としての性格を強く帯びるのは、共産主義を標榜した諸国家の軍服に共通した傾向であるが、 九百二十七年の南昇期以来、政権獲得に先立つ二十年以上にわたって、中国共産党の武装組織としての歴史を持つ中華、人民共和国の軍服は、その傾向が特に強かった。とりわけ、中国においては、一般市民向けの平服においても、来るべき新社会を象徴する服装として、人民服が推奨され、これ自体は元来は、 孫文の提唱に遡るが、政権獲得後は、軍隊の外の社会で、これが一種の征服として機能するという事情があり、両者が長らく極めて密接な関係を持っていたことが大きな特徴である。この関係が際立つのが、文化大革命を挟んだ1965年から1985年にかけて採用されていた、いわゆる65式軍服であり、 基本的に共通したデザインの服が、型や無階級の社会、型や無階級の軍隊を表彰する役割を持った。こうした傾向と、内発的な共産主義革命という性格も手伝い、中華人民共和国の軍服は大きく言えば、ソ連軍を名手とする東側諸国の軍服の類型に属しながらも、ソ連圏と親密であった、時期の55式軍服も含め、ソ連。 東欧式の軍服の基準あるいは美意識に完全には同調しなかったところがある。例えば、ソ連、東欧の軍服の最も一般的な素材であった、ウールはあまり用いられず、防寒着も含めて木綿が最も多用されたし、乗馬ズボンとブーツというスタイルも長らく定着せず、ソ連の軍服がロシア帝国の軍服から引き継いだ、きらびやかな装飾的要素、 金ボタンや士官軍服の禁止刺繍等も、控えめにしか取り入れられなかった。このような傾向は、同じアジアの共産主義国家の軍服でも、朝鮮人民軍などとは大きく異なっている。人民服をベースに、ソ連軍の影響を、ワンノブゼムとしつつ、かつての日本軍や中華民国軍をも含め、各国の要素を取り入れて、 混然一体としたというのが中華人民共和国の軍服のもう一つの特徴と言える。改革開放が進み、一般社会の服装が人民服一本槍を出して多様化する動きを見せ始めた1980年代後半に中国の軍服も一般社会の服装とはっきり区別される軍服としての外見整え始めたことは、 一般市民の服飾と軍服の関係を考える上でも興味深い素材を提供していると言える。現在の人民解放軍の前身である共産党の武装組織中国高能工能お軍は国民革命軍内部の共産党勢力が追放、分離独立したものであり、従って軍服も国民革命軍同様ブルーグレーの中山服を基調としたものとなった。 1929年3月、皇軍は朝廷県を占領。その際現地の衣類工場を接収し、皇軍の被服症とした。ここで初めて皇軍の軍服が正式に採用されたのである。帽子には赤い星の帽子が配され、上着に,には全構成員が一律に平行四辺形の赤いエディショをつけており、ポケットの形状や襟章の有無などかなりばらつきがある。 ものの、階級をはじめ軍種、陛下の区別を示すものの一切ないシンプルな衣装で、ある。また、この時採用されたレーニンが好むキャスケット風の帽子、人民帽は、戦後、民間に人民服と共に浸透した。希少類は、当時の国民革命軍の名残で、カフリンクスのような留め具で、胸ボタンに引っ掛けたらした。この軍服は中共にとって、 自らが初めて軍隊を持ったという証明であり、また人民解放軍の原点として、非常に思い入れのあるものである。共和国成立後、公術のように文革の時代にこの衣装を模した65式が採用されたほか、現在でも政府関係のイベント等でよく見られる。第二次国境合作に伴い、公軍は新四軍、八祖事軍として、 国民革命軍に編入されたことから、正規軍同様の軍服の着用が求められたが、前日の通り防止以外は、国民革命軍と同じ中山服である他、青天白日照の入ったドイツ式の企画棒を、こうむるのみで十分であった。しかし、幹部の中では依然として、皇軍の防止を使用した者も,もおり、兵士官でも、襟状を残している者も,も少なからず見受けられる。 1949年に中華人民共和国が建国してから55年に階級制度が整えられるまでの人民解放軍の軍服は従来の八素地軍や平服の人民服とほとんど変わらない仕立てのカーキ色の折り襟5つボタン4つポケットの上着とズボンに同色の聖帽を着用するものであった。帽章には中央に縦書きで 南昇記儀の日付であり県軍記念日と描き込まれた赤い星が用いられたが、この服装を中国人民解放軍の軍服として識別するのは、この帽子のみでり、階級賞、陛下賞をはじめ県賞、襟章賞自体がない、極めて簡素なデザインであった。礼服、常服、野戦服の区別も基本的になかったが、服の素材や色、国防色に近い、 カーキー色より茶、緑の濃い色や、逆に明るめのカーキー色や、オリーブグリーン等に、若干のバラエティがあり、着用する人物の地位や気候、季節に対応したものと思われる。空軍は、基本的に陸軍と同じデザインであり、唯一防潮、赤い星の左右に、金色の翼の衣装がつくで区別された。また、西望のクラウンの幅が、やや広く、 中華民国空軍の民国二十三年正式に告示している外観となった。当時のプロパガンダポスター等では空軍兵士は他の軍種と区別するため、革ジャンパーの飛行服姿で表されることが多い。海軍は指揮官が陸軍、空軍の色違いの服、紺の上下、夏服の上着が白、一般水平がセーラー服スタイルであった。 王将は赤い星の背後に怒りをあしらったものが用いられた。中国人民解放軍の教章や卒業章、部隊章を示す円形バッジをつけるなど、八祖事軍を通して取り入れた国民革命軍の名残もある。1 9 5五年、人民解放軍ではソ連軍に反を取った階級制度が導入され、これに伴って軍服にも階級章や礼服、 勤務服、戦闘服の区別が取り入れられた。この軍服を通称55式と呼び、1958年の若干の改正を経て65年の階級制度廃止まで若干の変更を含みながら踏襲された。大別すると次の2種が用いられた。1955年では、将校、将官の場合は、常服では聖望をかぶり、 ソ連軍式の検証を用いるが1958年以降は、検証と検証は基本的に用いられず、エリ賞によって、軍種、陛下、階級を表す。陛下士官は1955年からエリショ賞式であったが、1955年の時点では、将官、将校の場合は、検証で、階級、エリショ賞で陛下を区別していた。BR 陛下士官のエリショーは、 階級と陛下が同時に表されるように、後部に陛下賞が取り付けられる。将校、将官の襟章の場合は、台座の襟章の陛下色と中心部についた陛下賞で示される。海軍兵、可士官は世界共通の水兵服を用い、階級は、腱章、黒地に、黄色の汚染の数で表す。BR 以上の二種が明確に区別されていたのは、将官。 元帥や軍艦級の高級幹部が中心であり、特に兵、菓子艦や遺艦級の軍人は、襟将のみの軍服に聖帽をかぶったスタイルが、常服と礼服も兼ねてた。常服に勲章やメダルをたくさんつけた軍人も当時は多く見られる。BR 記事色は陸軍、空軍礼服がダークグリーン、またはカーキー色、同常服がオリーブグリーン、または カーキー色、海軍が、濃紺、冬服、または白、夏服の上着が用いられた。なお略防としては、人民防の他に、短期間だが、ソ連軍の影響を受けた略防である、ピローとかタイプのものも1958年まで用いられ、また女性用に、ソ連軍の女性用軍防と同じベレー防に煮つば、なしの略防も用いられた。BR また、 ソ連軍に習って、騎兵や戦車兵などの一部兵下などを中心に、ブーツや乗馬型のズボンも導入されたが一般兵下では、布製や日本軍のものに似た、革製単靴あるに用いられた。空軍では、1959年に59式飛行服が採用され、以後、半世紀近くにわたって使用されることになる。59式飛行服には、夏布飛行服、 上下とも八木川製の夏飛行側服、く、中綿が入って、毛皮の襟がついた冬飛行側服があった。五十九式飛行側服は、民間でも非常に人気が高く、北京、天津など、北方大都市や東北地方で、若者がオートバイに乗る時などの防寒医療して、広く用いられた。1 9 6五年、人民解放軍では、公軍の原点に帰るという、 人民戦争論の台頭により、階級制度が廃止され、翌年に始まる文化大革命の重大な伏線となったが、この近代国家の常備軍、しかも世界有数の人員規模を要するとしては、空前絶後の試みは、軍服にも当然多大な影響を与えた。すなわち人民解放軍の希少類からは階級をはじめ軍種。 陛下の区別を示す衣装が消え、全構成員が一律に赤い星の帽子を、81の衣装も廃されると平行四辺形の赤い襟衣装をつけるうになった。また、服自体にも、礼服、常服の区別がなくなり、55式の常服に、お引き継いだ、人民棒、折襟の上着、ズボンの、いわゆる、人民服スタイルが、全構成員、用途、 場面着用されるようになった。陸軍はオリーブグリーンの制望、上下、海軍は藍色の制望、上下、空軍はオリーブグリーンの制望、上着に濃い青色のズボンと、かろうじて生地の色によって軍師を区別するようになった。この時期の解放軍の赤い星をつけた人民服スタイルは、後衛兵の姿とともに、 文化大革命期の中国情勢を伝える写真や映像において世界各地に強烈なインパクトを与え中国に近い立場の国や毛沢東主義の影響を受けた各地の武装組織の軍服のみならず先進諸国のファッションやステージ衣装にまで影響を与えた各国への影響を参照その後この十五式軍服には百七十一年十四年 71年、74年、78年の改編は、基本的には、生地材質の変更。それまで夏服でも綿製生地が主であったのが1978年かは、薄地のシーチング生地に似た薄地が採用された等や、細かい部分の変更、装備品の更新などが中心であった。ただし1974年に、 海軍軍服には、55式の将校と歌子官、兵の区別に準じた、指揮官と一般兵の区別が設けられ、前者は、革製のひさしと、顎紐のついた聖棒と折襟の上着、後者は、水平棒、水平服、エディションの代わりに、黒地の腱章に赤い四角形の気象がつくを着用するようになった、冬服は、55式よりやや明るめの紺色、夏服の上着は白。 また、女性兵士用に、海禁上着や、ばなしの略防が、再び導入された。1976年の毛沢東の死後、文革路線の否定とその後の中越戦争の、見通しを超える損失を受けて、人民解放軍においても装備、組織の近代化、階級制度の復活が課題となった。だが膨大な人員を抱え革命精神の継承者を、 辞任する解放軍の組織改革には時間がかかり、最終的に階級制度、軍服における階級省が復活するのは分割終了後10年以上を経過した1987年以降である。ただそれに先立つ過渡的な処置として1985年から人民解放軍の軍服に指揮官と一般兵士の区別が設けられた。これを通称 85式軍服という。まず、顎紐、付き製棒が復活し、合わせて55式と同様の帽章も復活した。ただし、55式の帽章が、胴部についたのに対し、この85式製棒では、クラウン部につけられ、帽章55式のものと比べると大きいサイズのものとなった。胴部の、いわゆる、鉢巻の色は、陸軍が赤、海軍が、 黒、空軍が青で、顎紐は一般兵が革製、指揮官が銀色のモールが用いられた。なお、海軍の一般兵は世界共通のセーラー帽スタイルである。上着は基本的に65式の折り襟に赤い平行四辺形のエディションというスタイルを継承しつつ、エディション二軍手による色の区別、海軍黒、空軍青をつけ、さらに指揮官用上着には、 検証、中央に81金文字入り赤い星章が付くが付き、また指揮官の襟章には金色の縁取りと金色の星章が付けられた。なお、海軍の一般併用上着は世界共通のセーラー服スタイルである。またこの時期実質初めての迷彩服が開発された。この迷彩服は通称81式迷彩服と呼ばれるもので、共産圏では この時期ソ連軍などでも見られた形式の上着とズボンに分かれ、通常の軍服の上から着込む形式の迷彩服であり、表裏で模様の違う迷彩となる、リバーシブル仕様となっている。中越戦争で使用された。2004年冬から陸海空三軍の制服更新が始まり、2007年に新型の軍服、零七式軍服が採用された。 デザインはアメリカなどの西側諸国のデザインを大きく取り入れているというよりほぼ同じ。陸軍の軍服は海力、海軍の軍服は紺、空軍は青である。戦闘服のデザインも一新され、デジタルを思わせる現代的な迷彩服になった。中国人民武装警察部隊、武警の軍服は深緑である。また空軍では、 半世紀近く使ってきた59式飛行服に代わる例に式飛行服が採用された。例二式飛行服には布製の夏服、フライトジャケットのみ、ヤギ川製の春秋服、上下ともヤギ川製の冬服がある。例二式冬、飛行側服は空軍だけでなく陸軍のサイドカー部隊でも使われている。陸海空三軍から独立した軍種である。 中国人民解放軍ロケット軍は国力色の軍服が定められている。予備役部隊は装飾が銀色になったダークグレーの軍服を着用しており、2018年に人民解放軍と武警の分館はダークグレーの新制服が習近平中央軍事委員会主席によって決められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。